主なものとして中小企業向けの融資額を申し込み状況などを踏まえ1800億円に700億円を増額したほか飲食店などの感染症対策支援にもおよそ10億8000万円を追加しました新型コロナウイルス関連予算の専決処分は今年度3回目です感染症の拡大防止と県民の経済の回復 予算にはオンライン学習を支えるため低所得世帯への通信費補助などの新規事業も盛り込まれています。